間の内だ。ティアラを引っ張り出せ。もうやってるよバース、そっち持って。おう、せーので行くぞ。せーの。よかった、とりあえず下半身も無事みたいだね。しかしあれだな、男性陣にはちょっと見せられない感じだね。みんなあっち向いてな。何言ってんだよ、とりあえず生きてるか確かめないと。だから見ちゃダメだっての。なあ、目が目が。まったくスケベなんだから。バカ言うな、俺は純粋にティアラの体を心配してるだけだ。ダメだ、目を覚ましませんね。息はあるみたいですが。呼吸脈拍は確認済み、外傷も認められない。おい、シャルマンはいいのかよ。当然よ、シャルマン様にはいやらしい心なんてないもん。くそ、まだ目が開かねえ。しかしひとまず救出はできた。治療するにもここでは無理だし、ひとまず脱出した方がいいだろうね。うむ、今すぐに邪神と一戦を交えるのもいささか請求じゃろうしの。ソウジや、そのお嬢さんを背負ってやりなさい。はい、ピピン。ちょっと待てよ、ソウジもいいのかよ。見るところが触っちゃうとか。だってソウジは妖精だもん、別に変な気持ちないじゃん。そうですね、女体には興味ありません。でもさ、ピピンは…そもそもよくわかんない気持ち。じゃあ、アポロネスは？ものすごく必死に目を閉じていらっしゃいます。煩悩退散、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 煩悩退散。意外とエッチ。よし、脱出だ。なるべく遠くに座標軸を設定してと。そんなことまでできるの？私の科学力を見くびっちゃいかんよ。ま、もっともフェイスドロップの力のおかげで使える一回こっきりの機能だけどね。さあ、行くよ。